髪の毛が伸びてきたので切りたいと思います。自分で切ったことないんですけど、とりあえず切ります。お、やばいかも。切りすぎてる。でも長いんだよな。やばい気しかしないけど切ろう。何事も試しってやつですよね。いやもうなんか散髪行くのもめんどくさいぐらいな。散ってる感やばいな。さすがに今までの人生自分で髪切ったことないですから。やばい、めっちゃ切ってる。まあいいや、どうせ髪の毛は生えてくるし。見えない。これが一生生えてこないものだったらさすがに切らないとか自分では絶対しないですけど。散髪に行くのがすごい面倒くさいんですよ、海外だと。喋らないといけない時とかあるんで。どうなってるんだ、よくわかんねえ。お土産とかが一番怖いな。後ろ長いし、でも後ろはあんまりわかんないから、自分の見えるとこだけ。すきばさみとか買った方が切れるのかな。わかんない。まあでもいいんじゃないですかね。意外と自分で切れる、切れるのは当たり前だ。切れるのはいいんだけど、ちゃんと切れるのかっていう。剥げたりしないかな、大丈夫かな。やっちまってる感がやばい。
でもあんまり長すぎても気持ち悪かったんで、あ、やばい、前髪ちょっとだけ残ってる。これ切ったらやばない？やばいけど、もうわかんねえ、やばさがわかんなくなってきますね。いいんじゃないですかね。わかんないけど。バイバイ。